アキラッチのスカッと皇室。はい、どうもカッチです。週刊女性に悠仁様のことが書かれてましたね。愛子様が就職を優先されたことで悠仁様のトンボ愛が封印かっていうね記事ですね。悠仁様は4月からね高校3年生になっていよいよね大学の進路選択の時期が迫ってきましたけども、まあ、この進学先についてはね悩まれているようですね。進学先候補としてはたくさん挙がりましたけども、まあ、これまでね東京大学とか筑波大学とか東京農業大学とかが挙げられたわけですね。まあ、そしてね昨年はトンボ論文とかが11月にウェブで公開されて国立科学博物館に関しても本としてね出版されましたけども、まあ、これをね大学の推薦とかに利用するんちゃうかっていう声が上がったわけですね。まあ、悠仁様に関しては昨年ね修学旅行で沖縄に行きましたけども、しおりにはね時間があればトンボを見たいということで記されるなどトンボの関心が強いということですね。だからね推薦制度でいずれかの大学に進学をしてトンボの生態とかについて専門的に学びたいっていうね考えではないかと思いますね。まあ、ただねトンボが好きですってことで何度もね言ってますけども、どんなトンボが好きなのかとかそういったね具体的な話が全然まあ聞こえてこないわけですね。小学校5年生の時には小笠原諸島に泊まりがけで旅行に行って小笠原にしか生息しないトンボを観測するのかと思ったらね作文とかではトンボのことに関して全く触れてませんでしたね。まあ、それどころかねガイドブックについて触れていて盗作作文が発覚したわけですね。まあ、ただのね盗作作文じゃなくて引用ではなくて特徴的な文言とかを並び替えとかしたりとかしてね、まあ、悪意ある盗作をしたわけですね。まあ、事前にね応募する前の注意書きとしてね、まあ、参考書とかから紹介するときにはこの部分は引用しましたとか分かるようにねしましょうってことで書いたりとか、親とか先生が代わりに書かないようにとかね、まあ、提出後には訂正はできませんよってことで注意書きがあったわけですね。ただまあその提出後にねご指摘に感謝してコンクール側に再提出して訂正させて、おそらくまあ加作でもらえる図書カードももらったわけですね。まあこれはね子供が駄菓子屋さんに行ってお菓子をねポケットに入れて盗んでねそのまま店外に出てから後からね見ていた人に、まあこの人ね万引きしてましたよってことで注意されて、まあ、それでもねご指摘に感謝してお金を払わずにそのまま家に帰って万引きしたお菓子が当たりだったんで戻ってきて当たりのお菓子を引き換えてもらうようなもんですよね。まあそれでね学校でこの間お菓子当たったよと自慢しているような状態なわけですね。まあそれでね日頃からこの何か聞かれると僕はねお菓子が好きですと言っているようなもんですね。学校の近くに好きなお菓子があるところに行くってことでお菓子が好きで全てのお菓子を制覇したいのかもしれないけども、具体的にねどんなお菓子が好きだとかそういった情報が誰も知らない状態でございますね。秋篠宮様も悠仁様の進路について昨年は誕生日の会見とかで本人が何をしたいのかっていうことがやはりね一番大事なんだと思いますと答えてるわけですね。秋篠宮はね、まあ、この学びたいことを学ぶべきっていうね方針ですけども、一般入試じゃなくて推薦制度を利用して学所以外の進学先を選ばれることで批判の声が上がってるわけですね。まあ、この悠仁様のためだけに作られたんではないかっていうね、まあ、定期校進学制度で入学しましたよね。まあ、しかもね最初に関しては作文が評価されたと記事になってましたけれども、まあ、その後ね作文が盗作作文であることが発覚したわけですね。でもね、まあ、そのままこの進学しましたよね。まあ、一応ねこの受験してるふりということでテスト受けましたけども、まあ、当然まあその超進学校で専科でね受けるわけないんでテスト0点でもね定型校進学制度でもうすでにね受かってるんで念のためにね受けただけってことで発表したわけですね。まあこの辺もね全てはこの眞子さんと小室家の結婚問題から秋篠宮にね、まあ、この目が向けられることになって眞子さんに関してはね納采の儀とか皇室関連行事を一切やらずに公表出たわけですね。まあこの眞子さんに関してはね複雑性 PTSD と発表されましたけども、本来だったら宮内庁としてもね病気を治してから結婚させてあげるべきですよね。でもね病気なのに結婚したら治るだろうということで、まあこのね無責任に放棄をして眞子さんをある意味ね、まあ、このポイ捨てっていうのか不法投棄っていうのかほっぽり出したわけですね。まあそれでね特にこの秋篠宮の不信感が強くなって常にね秋篠宮は炎上してますけども、昨年もね秋篠宮の改修工事の時に仮住まい先として住んでいた合格所に一人で住まれることを公表して一人暮らしに関してはね事前にね説明がなかったわけですね。まあそれがね後からこの経費削減のためってことで、まあ、この佳子さまのためにね部屋を作らずに合格所にそのまま住み続けましたけども、まあそれでねこの職員と収蔵庫のスペースがなくなって新たにね5棟新設工場しますと発表したわけですね。でもねこの5棟に関してはあくまでも職員のスペースなんで秋篠宮のせいでね余計な費用がかかったんじゃなくて秋篠宮としたらね経費削減してますよって形の主張してるわけですね。まあこれがねこの事前に説明があったらね少しでまあ炎上も抑えられたかもしれませんけども、後付けでそんな理由がね通用しませんよね。これについて渡部教授も解説しましたね。皇族にも私があっていいと思うけども、皇族は原則として公的な存在であってその経済基盤に関しても公費が使われてるわけですね。だからね立場上は自己の私的な願望とか欲望があってもまずはね公的な立場とか役割を踏まえる必要があるだろうとですね。
私の面だけ追求したら身勝手と捉えられても仕方がないでますね。まあ、逆にね、愛子様に関しては少しでも人々とか社会の役に立つことがね、まあ、できればっていうお気持ちから大学卒業後は日本赤十字社へ就職発表されたわけですね。まあ、これにはね、紀子様もちょっと想定外の影響があるところですね。愛子様もね、本心ではこの海外留学にも興味があったと思うけども、愛子様が公を優先されて就職を選択したことで、牧島家の方針がね、まあ、際立つ結果になったわけですね。まあ、つまりね、久様に関しても、今後ね、自分の希望した大学で私的要求を満たす研究じゃなくて、国民が納得する進学先を選ばざるを得ない状況になるかもと思いますね。小田部教授も国民が納得するには説明が不可欠で、久様がどこの大学に行ってね、何をしたいのかってことが全く見えてこないと思いますね。紀子様の言葉とか、牧島様のね、言葉に関しては出てくるけども、本人の希望じゃなくて、周りの支援で作品とかがね、まあ、作られてる感じがするということですね。まあ、本人の意思とか言葉として伝わるものが弱いように思えるわけですね。トンボが好きだからどうしたいのかとか、具体的な将来設計とかをご自分の言葉で語ってほしいですね。まあ、トンボ愛が封印される日が訪れるだろうかということで終わってましたけども、まあ、このトンボが好きですかね、聞いたことがないですよね。まあ、せめてね、何のトンボが好きなのか教えてほしいですね。まあ、ちなみにね、昨日このクレイジージャーニーで、アリのことがクレイジーに好きな島田さんがね、まあ、昆虫学者の丸山さんに誘われてカメルーンまで行ってね、世界最大のさすらいアリの女王を探すって番組やってましたけども、まあ、すごいね、アリ好きが感じられました。さすらいアリはすぐにね、発見できて、さすらいアリの女王が見たいんですけども、さすらいアリがね、そもそもこのなかなかね、お目にかかれないんで、どういった行動をするのかってことで言うこととかね、まあ、このさすらいアリに紛れて、さすらいアリのふりをして行動を共にするね、昆虫とか、そういった動きとかを一日中見てましたからね。7時間ぐらいずっとさすらいの動きを見続けるだけってことですけども、さすがにね、スタッフが暑さとかもあってバテてね、撮影断念して、まあ、帰ってからね、シャワー浴びてきますってことで仕事を放棄するぐらいアリが好きみたいですからね。まあそれね、他の珍しい昆虫に関しても探したりとかしてましたけども、いろんな虫がいる中で音を聞き分けてね、今カブトムシの音がしたと言って、まあ、昆虫学者のね、島田さんがすぐに珍しいカブトムシを捕獲する場面もありましたね。だからね、久様に関しても、本当にまあトンボが好きだったら、トンボの飛んでいる羽の音だけで、何の種類のトンボかが当てられるぐらいのことがね、できても不思議ではないわけですね。まあそれね、珍しいトンボだったら、7時間とか何時間でもね、見てられるような、そういったね、エピソードもないですよね。本当にまあトンボが好きだったら、10年間どういったトンボが、そういうことじゃなくて、この種類のトンボに関しては、1日ね、どういった過ごし方をしているのかとか、そっちの方が気になると思いますけどね。ビオトープを作ってそこでね一日中カメラを回し続けてね、まあ、こういった動きを発見したとか全然まあそういったね具体的な話が出てこないですよね。まあそもそもね久様が発表したトンボ論文には疑惑だらけですよね。まあいろんな疑惑がね、まあ、この指摘されてますけども、またね江藤さんもいろいろね久様のトンボ論文の疑惑を指摘してましたけども、今度はね52枚の写真の台湾内輪ヤンマっていうねトンボについて止まり方がおかしいんじゃうかってことで指摘しましたね。まあこれですね、まあこれのね、まあ、52番ですね。この52番のトンボの止まり方がね、まあ、おかしいんちゃうかとかですね。なんかアーチ状みたいなところの細いね、まあ、この枯れ草に捕まっているトンボですけども、なんかね、不自然な感じがしますからね。まあ、このトンボが止まっている箇所とかを見ると、まあ、トンボの、ね、足がこの細い枯れ葉に捕まっているというのも、なんか引っかかっている感じがしますよね。足がすべてどこもね、掴んでなくて、なんかもたれかかっているような写真ですよね。まあ、さらにね、最もこの不思議なのが、左の後ろ足付近に正体不明の物体があるんですね。まあ、この辺ですかね。新しい足なのかとね思われる部分があるということで、いろいろとね台湾内輪ヤンマについて他の写真も検索してみるとね、意外にもね結構まあ変な止まり方してるトンボが多かったですね。足がねなんかこのもたりかかるように捕まってないトンボを見ましたね。まあ、こういう形でね、まあ、トンボの種類を調べてみましたけども、まあ、結構ねなんかこの変わった止まり方というかね、まあ、こんな感じで止まってたりとかね、これもなんか微妙になんか捕まってる感じがねなんか微妙な感じだしね。でこれに関しても、まあ、これはまあ普通かな。あとこれに関してもねなんかこの捕まってないですよね。なんかこの辺がこの辺もなんかまあ捕まってんのかなって感じはしますけども、まあ、こっちはなんかもたれてる感じがしますからね、まあ、これもなんか微妙ですけどね。あとこれもなんかね、なんか微妙な感じでしますけども。あとこれもなんかね、変な止め方というかね、枯れ草に沿ってなんか止まってる感じでね、ちょっとまあ不思議な感じの止まり方をしてますね。だからね、まあこれ見た感じだとね、ちょっとまあおかしいんだけども、もともとね、このトンボが変なね、止まり方がしてるトンボも多かったんで、あれでしたけども。ただね、まあ、この久様のトンボロムみたいな感じで、細い枯れ草ではなかったですね。ただね、まあ、この不正するにしてももっとね、この頑丈な枯れ草とかを利用するだろうし、まあ、この頑丈な、ね、枯れ草の方が写真とかは撮影しやすいでしょうからね。まあ、これもね、なんか謎だらけですよね。まあ、そしてね、左足後方の部分とかを拡大してみましたけども、まあ、多分ね、これもこの左足後方の右足部分じゃないかってことでね、思われますね。まあ、ここをね、さらに拡大してみると、まあ、こんな感じですね。まあ、こんな感じで、まあ、この左足で、まあ、多分このことでしょうね。
このことなんでしょうけども、まあ、このね足なのかは見えないということですけども、まあ、このね枯れ草をこの枯れ草の部分をねなんかまたいでるんじゃいますかね。これがねまたいでるから、まあ、この先っちょが見えないというかね、まあ、そんな状態なのか多分そういうことちゃいますかね。謎のね止まり方というかね足の先だけ枯れ葉の向こう側にあるからねおかしく思えたんかもしれませんね。まあ、どうもね枯れ草をまたいでぶら下がってるような写真ですけども、ちなみに僕がねこの気になったのはこのトンボのね羽ですね。このトンボの羽がものすごいこのなんかしおれてる感じがしますよね。なんかねやたらとなんかしおれてるというか不思議ですよね。なんかピンとしてませんからね。なんかこれがしおれてるというかねそんな感じがしますね。全体的に色がね薄くなってる感じで生き生きした感じがないですよね。だからまあ死んでるトンボの可能性があるんかもしれませんね。それとまあこの枯れ草のところにクモの巣らしいものが映ってるんですよね。なんかこのね白い部分がありますよね。この白い部分がもしかしたらなんかクモの巣ちゃうかなって感じがしますね。だからトンボがねクモの巣に引っかかってるのかなって感じで思いましたけども、まあ、その割にはね足にこのクモの巣が引っかかってないんでねそれは不思議ですよね。まあ、ちなみにねチャット GPT に聞いてみるとやはりね羽のしおれ部分に関しては動けなくねなってる可能性があるということで指摘しましたね。まあ、こういう形でねチャット GPT に、まあ、画像をね投げかけて質問したわけですね。なんかこの生きてるように思えるけどもなんか羽がねしおれてるんでクモの巣とかに引っかかってるんですかねみたいな感じで聞いてみたわけですね。まあ、一見するとね生き生きしてるように見えるけどもなんかしおれてるからねおかしいんちゃうかとかね、まあ、そういう形でね指摘してますね。ただまあ一応ねこのトンボに関しては比較的整った状態に見えるんで、まあ、生きてる感じにはね見えるけどもただまあ羽の状態とかね体がこの一点とかに固定されてる様子から何らかの外部要因によって、まあ、活動が制限されてる可能性があると指摘してましたね。まあ、ただねそもそもこんな疑惑ばかり指摘されてることで、まあ、いろいろとねおかしいですよね。まあ、ちなみにね、まあ、このトンボの、まあ、この専門家というかね、まあ、そういう人が、まあ、記事書いてましたけども、なんかトンボの標本とね、まあ、この生きてるトンボの違いっていうのは、なんか色彩が鮮やかに見えるということで、まあ、その辺の違いを指摘しましたね。まあ、その原因がね、室内で撮ってるからとかね、まあ、この写真撮影に詳しかったら、まあ、自然光とか、まあ、そういったことでいろいろと指摘しましたけども、まあ、見るだけでなんか生き生きしてるかどうかが分かるというかね、まあ、その辺見てくすんでるかどうかでね、まあ、標本かどうかも専門家とかだったら分かるんでしょうね。なんかこの専門家がね久様のこのトンボロンボのこの写真見てどう思うかですね。なんかくすんでるように見えるのか生き生きしてるように見えるのか、まあ、見た感じねなんか目の方とか見てもなんか生き生きしてる感じが見えないですよね。なんか羽とかもねしおれてるし体もなんか霞んでるというかね生き生きしとったらなんかもっと鮮明に見えてそうな感じもしますけども、まあ、これがね何とも言えませんけどもなんか目の部分がちょっとなんか怪しいですね。目の部分がもうちょっとなんか生きてたらね生き生きしてそうですけども、まあ、これがね何とも言えないですね。それでもどういうシーンか分からないですかね、このトンボの。またがってんのか。ちょっと不思議なね、まあ、写真というか、怪しすぎますね。まあ、ただね、まあ、そもそもこんな疑問ばかりね、指摘されてますけども、まあ、堂々とね、標本の写真、まあ、掲載したらね、良かったわけですね。まあ、このトンボの研究の権威とかでもある、須田慎一氏と清志拓也氏が調査したのがね、2014年3月に発表されたわけですね。まあ、それがね、この公共のトンボ類っていう論文で、普通にこのトンボの写真とか後半部分は標本がたくさん写ってますからね。まあ、これがね、公共のトンボ類ですね。まあ、その写真で、まあ、こんな感じでね、結構まあ、あって、まあ、その先からはね、まあ、こういう形で、ここからまあ、標本ですね。ここからまあ、標本のトンボが、まあ、使われてて、やってるわけですね。まあ、こういう形でね、標本で、まあ、対応ということで、こういうトンボですよってことで紹介してるわけですね。だからまあ、全然ね、この標本使ってもよかったわけですね。まあ、この標本でも結構ね、なんか生き生きしてる感じがしますけども、まあ、専門家が見たら、これが生き生きしないとわかるんでしょうね。ただまあ、それにしてもね、まあ、この2009年から2012年に撮った写真ってことでね、なってますけども、まあ、それでも結構なんか綺麗にね、撮れてますよね、言うても。まあ、写真として結構撮れてるし、この多分2009年とか2012年とかやったら、まあ、画素数的にもね、なんか、その時代から一気に変わりましたよね。まだ50万画素とか、100万画素とか、もうそのぐらいだったらね、いい方ちゃいますかね。まあ、昔の写真とかやったら、もうそれが限界とかね、ありますからね。それがまあ今とかやったらね、まあ、こんなとこも綺麗ですけどね、まあ、この今とかやったらおそらくまあ一眼レフとかでね、まあ、この3000万画素とかそのぐらいのレベルまで写真家とかではね行ってんちゃいますかね、まあ、こういったトンボとかの写真とかを撮るためにやってるわけだから、まあ、久しさまのね、まあ、使いこなしてるんだったらそのぐらいのねカメラとか使っててもおかしくないですけどね。だまあ100万画素なんか分かんないけどもそのぐらいでね、まあ、こんだけまあ綺麗に撮れてるわけですね。でもね、ひさしさまのトンボに関してはね、まあ、こんなね、なんか見にくいトンボというかね、まあ全然なんか画素が低すぎるというかね、全然鮮明にちゃいますからね。まあ、これはまだマシなんかもわかんないけども、まあ、どうなんかなっていうか、まあ、標本みたいな感じのね、どこで撮ったのかよくわかんないですけども、これなんかもよくわかんないですね。まあ、画素数がなんか低い感じがしますよね。今のカメラだったらね、もっとこのくっきりと撮れるはずですけども、ちょっとまあ不思議すぎますね、この、まあ、論文に使っている写真というか、まあ、誰が撮ったのかなって感じで、まあこのカメラのプロではないですね。まあこの結構まあ素人にしても、まあ素人レベルですかね。だまあ普通にこのトンボの標本とかを使って撮影したら全然まあ問題なかったんですけども、なんかね、まあ、この辺がよくわかんないですよね。
まあ、この不鮮明な写真を使っている時点で、まあ、このトンボ論文としての、まあ、価値がね全くないし、まあ、久井さんもねトンボ論文に関しては疑惑だらけですね。やはりね、まあ、このトンボの専門家とかもチェックしてほしいですね。まあ、そして今年はね大学の進学がどうなりますかね。まあそれにしてもね、やはりまあ悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？動画をご視聴いただきありがとうございます。良かったと思う方はグッドクリックをお願いします。このチャンネルでは国会図書館からの独自情報を扱ったり情報満載でやってるんで、よかったらチャンネル登録もお願いします。それとメンバーシップもやってるんで、そちらの方もお待ちしております。